の帳ということで、さあ前回ですね、馬券はね当たりましたよ。しかしガミルっていうね、まあでもちょっと連敗中だったんで当てに行きたいっていうところで、ガミってもいいから当たったことの優越感を得て自信を持って天皇賞に臨もうというところで、しっかりガミりましたけど当てた、これがね天皇賞に通じると佐々木思ってますというところで、今日もしっかり予想していきたいと思います。皆さん、佐々木セカンドチャンネル、チャンネル登録お願いします。あとグッドボタンお願いします。特に当たったらグッドボタンを押す。今回は大きくいきます、はい、というところで今回はですね、もう本命は決まってます。7枠9番アーモンドアイ、はい、に本命、もう大本命、対抗にクロノジェネシス、ここを対抗、そして穴的に奇跡、そしてダノンプレミアム、これにどう穴的に行きたいかなと思います。今回はですね12頭立てというところで少ない頭数ですから、まあ、しっかり当てたいなと思いますけども、奇跡がね宝塚記念2着に入って里崎が外すっていうねところになったんで、天皇賞もね裏切られ、有馬記念も裏切られ、奇跡を外した瞬間に奇跡が来るっていうね、だから今回は奇跡を入れるね、というところで、今回里崎が予想したのはこちらです。じゃん、本命9番アーモンドアイ、3連服7番クロノジェネシス、そして9番アーモンドアイ固定の3番ダイワキャグニー、そして4番ダノンキングツリー、そして6番フェールマン、春秋連覇なるかね、そして8番の奇跡、そして11番のダノンプレミアム、これの3連服ね。で、3枠の、ダイワキングニーは1000円、468、2000円、そして11番のダノンプレミアム500円、ね、そしてその下469ダノンキングニー、そしてフェールマンアーモンドアイ、そしてダイワキャグニーフェールマンアーモンドアイ、これに1000円ずつ、そして一番下がフェールマンクロノジェネシス奇跡、万が一アーモンドアイが来なかった時のこの3頭500円というところで合計1万円ね。今回はですねもう500円ずつじゃないです、多分硬いんで、まあ、前回ねガミっちゃったんで、今回はまあ多分硬いんでね、配当が少ないっていうところで大きくかけて、あと配当が出そうなやつは低くかけてっていうね、ちょっとコンビネーションで里崎も学習しているっていうところで、天皇賞はしっかりゲットして秋 G1 レース初のプラス収支、もうそろそろしないとねちょっとマイナスになっちゃうんで、頑張ります。15時40分発送予定、天皇賞秋、さあどうなるのか、佐々木に乗るか乗らないのか皆さん次第です。絶対にプラスだ。